もうそれからちょっと自転車さん怖くなっちゃって、いやーやだね。はい、イノティです。今日はですね、ワイルドウエストをようやく組んでいこうかと思います。これを組んでいこうと思うんですが、まあちょっとね、もうこの汚いの諦めました。一旦このままのフレームで組みます。そしてまたね、気が向いたらちょっと綺麗にしていこうかなと。一旦やれやれの状態で組もうかなと思ってます。それでやっていきます。はい、まずはですね、ヘッドパーツ組んでいこうと思います。これをこう変えるわけですね。はい、これやっていきます。こういうのをたっぷりつけていきましょう。いやー、皆さん自転車屋さんって印象どうですかね。なんかね、昔イマティがまだロードバイク初めて乗った時にパンクしたんですよ。でちょうど自転車屋さんがあったので、そこでね、空気入れを借りようとしたんですけど、まあその時ちょっと怖い目に遭って、いっちゃん最初、一番最初の時にどんな怖い目かって言ったら、店主さんが出てきて、空気の入れ方知ってんのかよ、ってんだったらいいけどよ、知らなかったらね貸さねえぞみたいなこと言われて、まあ空気の入れ方ぐらいはね、はい、ヘッドバーツ、空気の入れ方ぐらいはちょっとやっぱわかるじゃんと。わかるから、いや、そう知ってますぜ、という話をさせてもらったんですけど、まあ今でもちょっと不慣れで、ぶっちゃけあんまり知らんかったよね。あんまり知らんかって、んで、ちょっと入れ方失敗しちゃったよね。そしたらえらい怒られて、知らないくせに、知ってる言うんじゃねえぞ、みたいな感じでね。もうそれからちょっと、自転車さん怖くなっちゃって、いやー、やだね、そういう怖い自転車屋さん。多分そんなところで働いたりバイトとかしたら大変やろな。うん、大変やと思う。店長、ちょっと空気入れ貸してって言われてるんですけど。おい、そいつ大丈夫かよ。使えるかよ、ちゃんとよ。まあ、使えるならば使えって言ってやるよ。でもいいんだよ。そんなも素人のやつ自転車に乗らなくてよ。わかりました。店長、一応使えるって言ってるんで、じゃあ貸してやる。ったくよ、最近のやつは自転車の乗り方も空気の入れ方もわかんねえくせによ。貸してくれとか、なんかね。よし。そろそろ仕事終わるぞ。お前ら、飯でも行くか。すいません、店長。今日自分ちょっと用事があって。ああ、そっか。よし。じゃあ、お前どうだ？ちょっと自分まだ仕事終わってなくて。ああ、そうなのか。まあじゃあ、店長ちょっとたこ焼きでも食いに行こうかな。あ、じゃあ仕方がよ。みたいな感じじゃない？ね。そんな感じじゃないっすか？いやーね、そんな、どこで働くの？と思いますよ。出来上がった。うん、いい感じ、スムーズスムーズ。ガタは？ガタもなし。オッケー！はい、着きましたよ。こんな感じでね。はい、じゃあ次 BB ね。やっていきましょう。BB。もう、組むとなったら早いからね。組むとなったら、BB やっていきましょう。この BB の中がこれ、汚いね。汚いね。もうちょい綺麗にしような。綺麗にしなきゃ。はい、じゃあつけていきましょう。BB もね、プリのこうグリースをつけてね。で、ただちょっと向こう取れなかったんで、こっからやっていこうかな。さてと、BB つけていきましょうか。こうやね。ということで、たっぷりグリースをつけていきます。たっぷりちゃん。グリースたっぷりちゃんね。よいしょ。グリースはね、こう熱を帯びた時に焼けないようにとか、あとはね、水が入ってこないとか、まあ、そういうなんで、ホコリとかね、入ってこないように、すごく大事なんで、しっかり入れちゃいましょう。こうやって、いってらっしゃい的な。行ってきましたか的なね。はい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 。そしてこちらもですね、交差のこちらもやっていきましょう。まあ、ということで、先ほども言ったんですけどね、自転車屋さん印象どうですかっていう、これ悪口じゃなくて、まあ、あるあるっていうかさ、よく言われてることなんでね、話そうかなと思って話してるんですけど、あ、そういえばこの前友達がね、ヴィンテージのミニベロロードを買ったんですよ。その時もちょっとあったな、これどうなのっていうの。もともとお店に見に行った時はあれやったんですよ、ちょっと待って、テープがブリックスがついてたんですね、サドルにブリックスが。もういいじゃんって。でブリックスついていくらなんかなと思ったら、また完成してからしか出さないんで、って、あ、でもブリックスついてるのいいですね、言ったですね、ちょっとボロいですけどって話をしてたんよ。してたのに、ネットで出たから、よし、これは誰かに抑えられる前にすぐにこれ落とそう、言うて、友達落としたわけですよ、ネットで。まあ確認もせずですけどね。そして取りに行ったら、ブリックスがついてなかった。ブリックスが。店頭で売ってた1680円の、なんか変な、ダッサいシートがついてたわけね。で、あ、これブリックスついてたと思うんですけどって話したら、あ、ボロボロだったんで捨てました、言われたんですよ。店長に電話したみたいですね。店長にちょっと確認しますって、店長そこにいなくて、なんかすいません、ボロボロなんで捨てましたって言われて、あれが良かったのにみたいな話してて、
まあなんやとしゃあないか言って帰ったわけなんですが、あれもさ、ちょっと店長になんかおかしくない？言うて聞くっていちいち電話で、店長そこにいなかったから。もしもし、もしもし店長、ちょっとすいません、ブリックスのシートやっぱついてると思って買いに来たみたいなんですけど。あ、なんて言ったの？いや、まだ何も。あれよ、もう捨てたって言っときよ。あ、でも裏にありますよ。いいんだよ、あれ。お前なんぼで売れる思てん、中古で。あれだけで、あのもつけたらそうやの。いいからいいから、もう捨てたって言ったらいいやん、わかんねえから。あー、はい。あ、すいません、ちょっともう捨てちゃったんですよ。はい、すいません。店長、一応納得して買ってもらいました。だろ、わかんねえんだからよ。だいたいさ、ブリックスだけで売ったら、お前、俺中古でも1万するぞ。考えろよ、儲けなきゃね、みたいな話してんじゃないかなと思うんですよね。多分、知らんけど。もうそんなやったら最悪でしょ。おーい、じゃあ今日も仕事終わったからよ、あ、しっかりそのブリックスネット出しとけよ。もうすぐ売れると思うからよ。いい値段で売れると思うからよ、お前出しとけよ。値段、あ、そうだな、1万5000つけとこうか。さあ、じゃあ今日もね、終わりにして飲みに行こうか。いや、店長、ちょっと自分まだ用事があって。もうそうなの？何の用事って。いや、ちょっとネットでこれブリックス出すんですけど。なあ、お前、明日でいいよ、お前。いや、今日やっとこうと思います。あ、そう。わかった。じゃあ、お前は？いや、自分ちょっと用事があって。あ、そっか。じゃあ、店長、たこ焼きでも食べて帰ろうかな。みたいな感じじゃないですか？はい、BB もついてね、もう、スムーズスムーズ。OK です。ということで、BB とヘッドパーツが付き合いしたと。じゃあこれからちょっとね、サドルとハンドルをどうやってどういうのつけていこうかというのをちょっと見ていこうと思うんでね、一旦タイヤつけます。はい、とりあえずですね、タイヤつけたらこんな感じになりました。ステムはもともとスレッドスレムがついてたんですが、このヘッドに変えるアダプター買いましたんで、まあ、これをちょっとつけていこうと思います。で、ちょっとね、1個目のハンドルをね、ちょっとつけてみたいと思います。じゃあ1個目のハンドル、エントリーナンバー1番、これつけようかなと思ってます。こうなるわけやねんけど、どうですかね、このハンドル。どうやろうな。これがエントリーナンバー1番のハンドルです。ここなくなりますからね。これもシートもつけた方が分かりやすいかもしれないね。はい、こんな感じですね。でシートはもうボロボロに破けてるんで、これ交換しますけど、とりあえずフォルムとしてどうかな。こんな感じです。いや、かっこいいね。ハンドルがこれバージョン。次のバージョンやってみます。どうですか、2つ目のハンドルはこれです。スレッドスレムに付け替えたんですが、ちょっとレトロ調でね、まあ、ママチャリ風みたいな感じなんですが、こういう風なハンドルはいかがかなと思ってるんですが、これはこれで面白いかもね。うん、またいでみなきゃ分かんないけど、あ、これはこれで面白いかも。これぐらいでいいかもね。さっきのこうやね、さっきのこんな感じで、今こう、めちゃくちゃ運転しやすい。あ、こっちにしようかな。この人一旦これにしようかなと思います。このハンドルで一旦行きたいと思います。こちらですね。どう、良くない？あ、いいと思う。こちらのハンドルでいきましょうか。はい、ということで今回はこちらをですね、仮組みをしていきましたので、この後ねスピーディーに仕上げていきたいと思いますけども、一旦このスタイルでね組み上げていきたいなと思います。ちょっと面白いスタイルじゃない、レトロ的な。はい、ということで組み上がりましたらまたご報告の方をしたいと思います。ということで、今 T チャンネルでした。それではまた。